ヤホの、ヤホの千塚古墳群、ここかね。ああ、ここでございますね。入れないでございます。民営住宅入れないらしい。137基もあるのにね、どうしよう。あ、いきなり見えるな、そこにこれ。ここにいきなり見えますよ、これ。こうか。これね。石室が口を開けとんねんけどね、ここにね、入れない。大きな石がね、いっぱいあんねんけどね。入れないね。まあ、これはね、入った跡があるから、入ってそうんだろうな。入らないでくれ、書いてあるんだけどね。すごいの石がね。全然入れないね、これは。入れないよ、入れるよ、これ。服部は7号本。これ大きいでしょ、これ。いつ、だいぶ古いかな。かなり石切ってあるね。7世紀か。真っ暗でございますね。広っ。中むちゃくちゃ広いやん、これ。真っ暗。おお、高さもあるやん、ほら、立てるこれ。これ高いわ。真っ暗でございますけど、石がね、ちょっと分からへんね。ライトなんかなかったっけ。このライトつけへんの。これじゃ分からんか。おお、火高いわ。おお、かなりほれ、上も。これ大きいね。これはね、片っぽはね、きれいにね、削ってありますからね。これは首の下ね、これおそらくね、これずーっとね、印つけてあるから。これ天井石は2、2個やな、これ。わあ、これ大きい。これ首の下ありますよ、これ。下の石もね、こんなやで。はい。高い高いよ、これ。2メーター50ぐらいあるかな、高さかな。2メート50ぐらい。はい。あらいい。なかなか良かったね、これね。はい。ちょっとも入れないところで来たんでね。天井席も。ちょっと入り口は狭いけどね、1メーターちょっとじゃないけど。これは、国の石やで、服部が7号本。大きいもんね、これ。あ、これすごい石だね。これ全部掘り出したんかね、これ。すごいなってます、石が。石だらけでございます。これは墓地やな。もっと上なんかあんのかね。これもそうですよ、これ、これ。これ何個踏んだ？書いてないか。これも、石が、大きな石の上に、木が、へばついてます。ここなんか入れるね。ちょっと勇気いるね、入るの。この上高さが2メーターぐらいあるね。これもね、みんな印つけてあるんでね、組み直してあります、これ。崩れたんだろうな。はい。何個も書いてないし。これは面白いですね、これはね。木が。
火がね、天井席に覆いかぶってますわ。これはやっぱり後で作ったよね。後で食い直してくれてね。ここでみんな破壊したよな。破壊したよね。わからんわな、最初。この辺もそうかね、これ。あともう一個は向こうに大きいのがないからそうないね。右行ってみようか。削ってもうた、これ。ね、土当たんだよね。置いられへんけど、これ。ところので、ここにもやろう。ちょっとね、ここから入られんな。上だけ見るか。ちょっとね、曇ってきましたよ。あら、行き止まりか。中にもね、いろいろあるんじゃないですかね。これもなんか、こんもりとね、山になって、そこも。下追いられへんか、追いられんか。お、これだ、これだ。これは中入られへんな、これ。入れることないやろうけどね。ちょっと狭すぎる、これ。この中、なんか、いろんな道具が入れてある。ここも切れてもらってね、こう、ずっとね、ここに。山が持ってあったんやけどね、おそらく。面白そうやけどね、これね、なんか探検したらね。ま、ほら、こっちも開いてます、これ。ほら、これ開いてますね、向こうまで。どっちも開いてるね、向こうからも開いてるな。これ大きかったよ、これね。よいしょ、これ追いられんかね。あら、いかれん。いかれんだ。どこ開いた？下が開いてんの、これ。追いられんな。これ大きいね、この中でもね。これ、こんなに開いてるんですよ、これ。はい、失礼します。ちょっと古いかな。上の石もあんまりね、削ってないんでね。こんな感じやからな。これは昔のままと思ったんやけどね、やっぱりね、組み替えてあるね、ちょっとね。その辺、組み替えてある。これ、ここ流れた土かな、ここな。こんな流れの土が、ガーッと。この中にいっぱいあるはずだけどね。全然わからんか。これマウンドやけど、そうやろうな、これ。これ、このそうやわ。ここにこれ、大きな雲のとこがあるんだけどね。なんか見るもんないかね。何にもないね。この石がいっぱいのこれにね置いてあるんでね。あ、見えんか。そこ石は見えるけど見えないな。見えないか。これさっきのね、反対側見たらこれやけど、いや、間違いなく使えやけどね。あの石を組んであるからね、あそこね。あっこそうやろな、あっこ。石碑だろ。
くれやんね、これ。史跡の道、やほしい。暗黒時もう上がっとるんだ、ここで U ターンしましょう。もうフラフラや、この中マウンドが2つ見えねえな。間違いなく見えねえけどね、大きなやつもあるんで、ここ書いてあります。国史跡で高安千束古墳群、27年にね指定されたと。指定されたんだけど全然整備されてないわ。整備を、これあそこにもあるね、あそこには。ああ、ちょっと崩れかかってんだけどね。ここにも巨石がいっぱいあるんだけどね、ゴロゴロしてます。見てください、石だらけでございます。これはお墓作るために掘って出したんだろうか。これ行かれへんな、あそこにもあるから、あそこにもね石だらけだよ。道を探るのがいっぱいあるんでね、大変だからこれ見るのは。今見ただけでもどうやら10個15個の見たかな、見れたかな、この目地でな。あんな山はそうなんだけどね、あれはね、ほんとね、あれ黄金のすごい石がね、すごいんですよ。あっちもこっちもね、石だらけなんですよ。不法投棄は犯罪です。これみんな不法投棄したってことかね、そういうことかね。これ石を温度から、これあれ、これ見かかったのか、こう。これ大きいね。